皆さんどうもこんにちは。ということで本日もペーパーマリオ RPG の続きからやっていきます。まずはクリスティーヌに調べてもらうわ。巨大なイカの別荘よ。いやーぬるぬる、こんなでっかい図に対してて攻撃力はゼロなのか。私実はぬるぬるイカが苦手なのよ。食べると美味しいよ。こいつが食用ならな。足やイカ墨で攻撃してくるわ。両方の足にダメージを与えると上から本体が落ちてくるわ。その時が攻撃のチャンスよ。なるほど、よくわかりました。それじゃあ遠慮なくその自慢の下層踏みつけてあげよう。じゃあ、何すんねんこのひどい足。おお、さすがはマリオさんだ。おいこだ。イカ焼きが定番かな。お前、わしを見てうまそうとか思っとるやろ。聞く。特にゲソがうまそうとか思っとるやろ。そやねんそやねん。ゲソとゲソ。だって美味しそうなんだもん。ああ、クリスティーヌ。きっとおい、私を持ってないのに。ガードだ。危ねえ、クリスティーヌは HP が低いから気をつけねえとな。やったー、余裕で勝てた。でかいだけで大して強くなくてよかったわ。これで邪魔者がいなくなって通れるようになったね。あれ？土管？こんなところにあるなんてどこに繋がっているんだ？もしかして探している土管がこれだったりして。あ、マジでこれっぽいわね。パート4にしてようやくステージ1って、かつてない遅さの進行度だぜ。終わるのか。やめろ。どうやらここがスターストーンがあるというドラドラ平原ね。ふーん、ここがそうなのか。え、何の音？なななな、なんだよこれ。信じられないわ、なんなの。え、化け物？あんなのがもしスターストーンを持ってたらどうしよう。ゲソみたいに大したことないやつならな。あそこの後ろへ飛んでいったみたい。また戻ってこないうちに先を急ぎましょう。そうだね、急ごう。平原を進んでいくととある村に到着したわ。のこのこたちの村だろうか。ああ、疲れた疲れた。第一村人発見。やあこんにちは、旅の人。こんにちは第一村人。ここは花々村さ、お客さんなんて随分久しぶりだよ。あの恐ろしいドラゴンのゴンババがこの辺りを飛び回るようになってからめっきり人が来なくなったからね。ゴンババ？なるほど、さっきの大きな怪物はゴンババっていうのね。なんだか大層な名前。ところであなたスターストーンって聞いたことがある？私たちそれを探しているの。スターストーン？聞いたことがないな。そういう話なら村長さんに聞いてみたら？とても長生きでいろんなことを知ってるんだ。亀の甲より年の甲ってね。あんたもしかして村長？明らかに違う。わしの名はホワイト将軍、夢も希望もなくしたボム兵。この村で静かに暮らしておる。すまぬが放っておいてくれないか。わけありの人っぽいな。そーっとしておこう。そうだね、ぶん殴ったよな。じゃあ村長はここか。ピーチ姫推しなのか。この部屋にある僕の大事なコレクションにはむやみに手を触れないでくれよ。村長じゃなかったわ。こんにちは、私の名前はノコリン、どうぞよろしく。あら、その帽子にそのつなぎ、そしてその立派なおひげ。あなたマリオね。もしかしてファン？嬉しいな。あなたの噂聞いたことがあるわ。とっても強いんですってね。それほどでもある。ってことはあなた、ゴンババを倒すためにこの村に来たのね。え？どういうこと？ああ、ノコ太郎のやつもそれくらい勇敢だったらいいのに。ノコ太郎？この子のボーイフレンドかな？花花村のノコノコ、ノコリンよ。この子ノコ太郎のガールフレンドなのよね。可愛いししっかりしているしとてもいい子だと思うわ。クリスティーヌはその情報どこで仕入れてきたんだ？ちょっと複雑な関係ね。そのノコ太郎ってのが村長かな？絶対違うと思う。はじめまして村長、突然ですがスターストーンのこと知ってません？そうそう、あのゴンババが持っておるという話を聞いたことがあるぞい。ゴンババかー、やっぱり倒さないといけないな。あの凶暴なゴンババにはわしらも非常に困っておる。なるほど、地味は無謀、いや勇敢にもゴンババをやっつけてくれるというのだね。あの化け物が通った時からそんな感じはしましたよ。おう、なんとも頼もしい。もしゴンババをやっつけてくれるならいくらかお礼をしたいところじゃが。なになに、お礼はいらぬとな。ちょっと、そんなこと言ってないわ。しっかりいただくわよ。報酬があってこその討伐でしょ。おう、なんとも良くない人じゃ。さすがは。君、名前は何と言ったかね。キサラギと馬です。はい。マニオ、ふむ、なかなか良い名前じゃのう、マニオくん。ああ、もういいですよマニオで、長くなりそうだから。わかっとるよマニオくん、良いかね、君。ゴンババウェイはドラドラ平原のどこかにある、秘密の土管から行けるらしいのじゃが。また土管？その土管を使うためには太陽の鍵と月の鍵という二つの鍵が必要と言われておる。
しかもまさかの施錠されていた。この村の先にあるすっとん砦のどこかに隠されているそうじゃから、まずはそれを手に入れなされ。面倒だけど一つずつやっていくしかないわね。ではマミオくん、ドカンと一発ゴンババを倒してくれたまえよ。え、あなた本当にゴンババ城に行くつもりなんですか？そうしないとスターストーンが手に入らないんだって。でもゴンババってやっぱり強いんでしょうね。そりゃあドラゴンだしね。スターストーンがなかったら絶対に行きたくないわ。ノコ太郎の家は普通の内装だね。パラスナ、一体どれだけの人たちがゴンババの犠牲になったことか。この間も二つ向こうの村のサクジーさんがゴンババに食べられてしまったらしいの。隣に住んでいるノコ太郎のお父さんも昔ゴンババを倒しに行って。え、ノコ太郎のお父さんが？そのまま帰らぬ人、家帰らぬ亀となってしまったらしいわ。ノコ太郎とゴンババが因縁深かったなんてね。ゴンババを倒してこの地域の平和を取り戻してあげたいよ。あの。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみ、寝つきのいいウプ主のミーです。はいはい、ドルピック島の所有者の霊夢だよ。いつ買収したの？毎度おなじみマリサだぜ。ということで今回もおなじみ、スーパーマリオサンシャインを実況していきたいと思います。前回はなんとか島でメカクッパを倒したんだ。こいつにしてはよく覚えてた方だ。その後、結局ジュニアがまたピーチ姫を連れ去っていっちゃったんだ。昔は不良だったのね。またピーチ姫を追っていくしかないのか。ジュニアは追いかけてくんなって言ってるけどな。今回もとりあえず社員をゲットしていきましょう。新しい場所に行けるようになりました。メシウマウマビーチだって。どう読んだらそう読めるんだ。はい、十も多く。なんだこのおっさん。あそこの塔のてっぺん、よく見てみろ。塔がなんだって？え、あれ、花ちゃんか。あんな緑色の巨大花ちゃん見たことないよ。あの虫をどうしろっていうのよ。この太陽光パネルみたいなのが関係してそうだぜ。変なのが乗っかってるけどね。塔のてっぺんに変な奴が巻きついて居眠りし始めたんだ。あいつ寝てるのか。別に居眠りならいいんじゃない。このままじゃ大砂鳥の卵がダメになるかもなぁ。大砂鳥の卵？おそらくあの塔のてっぺんに大砂鳥の卵があるんだと思います。そうか、卵の成長の邪魔になってるならどかすしかないぜ。まずは眠りから覚まさないといけないね。あの太陽光パネルの光を当てて燃やすのはどう？容赦ねえんだけど。それはなかなかいい作戦だね。早速燃やしちゃおう。このおっさんなんでこんなに楽しそうなの。まずは邪魔な変なのをどかしましょう。可愛いかと思いきや全く可愛くない謎の生物です。花ちゃんの胴体みたい。ちょっとどいててねー。あいつには悪いが、これで光が当てられるぜ。これ光が当たれば卵も温まって孵化するんじゃない？目玉焼きできないの？サイコパスかな。残りのパネルもさっきのように向きを変えましょう。はい、出来上がり。これで卵に光が。焼く予定がバラバラになってしまったわ。でもこれで二度と塔には登れないだろうし、解決でしょ。まあそれはそうだけど。社員もゲットできたし、これにて一件落着。え？花ちゃんならさっきバラバラになってたわよね。バラバラになったのにまだ生きてるってこと？しかもめちゃくちゃ怒ってるんだが。僕知らないよ、関係ないよ。あんたが叩き起こしたんでしょうが。花ちゃんにちょっかい出したらこうなるって予想はしてたけど。バラバラになったよね、くっついたってこと。生命力の塊じゃないの。とにかくあの怪物を倒すしかないです。倒すって言ったってどうやってあんな化け物を倒せばいいんだ。僕にはポンプしかないんだぞ。攻撃する相手が違うわ。あ、すいませんね。砂山の目を踏みつぶさないでー。砂山の目？目だろ。こんな緊急事態に目を心配するほど大切なのね。君も。砂山の目は僕が守ってみせるぞ。わ。この方も目を気にしていますね。この目に水をかけたらどうなるのかな。え、急に成長した。うわぁ、盛り上がった。花ちゃんがつまずいて倒れた。ひっくり返った、チャンスだよ。チャンスです、今のうちにヒップドロップで攻撃です。どうだ、凶暴虫。花ちゃんの倒し方がわかったわね。倒し方がわかればこっちのもんだぞ。マリオめ、人が気持ちよく昼寝していたら邪魔して、挙句の果てに転ばせて絶天の腹を攻撃するとは。貴様は飛んだ悪党だな。そう言われると悪党だな。花ちゃんのスピードが上がった？あの巨体であんなに素早く動けるなんてすごいわ。まあいいよ、踏みつぶしてくれるわ。おいおい、僕を悪党だって言うけど、元はといえばお前があんなところで居眠りなんかしてるのがいけないんじゃないか。いいだろうが、あったかくて気持ちがいいんだよ。まったく自己中心的な野郎だ。それに卵がありなんて知らなかったし。
それなら仕方ないか。納得しちゃダメだろうが。水だ、水で目を成長させよう。遅かったですね。先回りしてタイミングよく成長させないと転んでくれません。こっちに来るのを待って水をかけてやるか。これでどう？うわぁ、オイラまで飛ばすなぁ。もうめちゃくちゃ転びました。急いでヒップドロップで踏みつけてください。あいよ。そこじゃないわね。もうちょっと後ろだ。腹ならどこも一緒だと思うんだけどな。よし、あと一回同じように転ばせれば倒せる。この砂浜どうして地面が盛り上がっているんだ。転ばないようにもっとゆっくり歩いたらいいじゃないの。無駄無駄、俺は暴走列車だ。誰にも止められないぜ。動きがキモい。いくら速度が上がったって転ばないわけじゃない。落ち着いて地面を盛り上げよう。了解、島民もろとも吹き飛ばしてやるぜ。それはやめてあげて。巨大ってだけでも怖いのに、あの速さで追いかけてこられたら失神するかも。追いかけられてるのがマリオでよかったわ。僕は全然良くないんですけど。あいつ、どこに向かってくるかわからせないように、うろちょろ動いてるのが厄介だぜ。こりゃちょっと早すぎましたね。くそー、あいつうろうろしやがって。そう簡単に転んでたまるかよ。これでどうだ。あいつ、鋭いわね。待ち伏せ作戦ダメなのかな。あ、来た来た。まさかこれ避けるのか。避けたわ。これは待ち伏せしてるだけじゃ難しいのかもな。あいつに動きを読まれたらダメなんだ。こっちがあいつの動きを読まないと。よし、ここに来る。本当に来た。わあ、しまった。よっしゃー、これで最後だぜ。こいつがっつり海に浸かってるけど平気なの。溶けちゃうんじゃない。なめくじかよ。またミスっちゃった。花ちゃん、撃破。うわ、真っ白くなったわ。粘土みたいになっちまったぜ。あ、マリオさん、社員が出ましたよ。逆に社員が出なかったらこのゲームやめるけどね。何その覚悟。これでこの砂浜は平和になったわ。これにて、一件落着。さあ次行きますよ。